ゲンドッグ言ってたよな。うん、聞いてください。これ上下でいくらだと思いますか？8000円ぐらいだ。マジで言ってる。これ上下で50万。上だけでも43万ぐらい。嘘だろ。ガチ。ヴィンテージをこの間の番組でですけど買ったんですよ、初めて。私物？私物。かわいいっしょ。いや、この言ったら落ちてた。違う。ヴィンテージ。いや、落ちてたって。リーバイスのファーストってやつで1950年代に作られてるやつ。その状態で綺麗かとかそういうので値段がつくらしくて。これ状態綺麗なの？なんかまあいいらしいです。あとサイズが仕様とかだともっと高くなったりとか。50万するのこれ。パンツでも6万ぐらい。は？見たこれ後ろなんて。いや、だからあったってそう、東南アジアで落ちてたよ。吉村君持ってる一番高い服って俺の。いや、そんな50万ないかな。かかってもコートの10万とか。ちょっとビビったもん、さすがに。これ番組で、まあ、一応のギャオのタマリさんってやってて、ベストジーニストとして狙ってるんだよ。去年ちょっとノミネートをされて。そのために取れなかった。いや、まあデニム好きなんでちょっと初めて買いたいなと思って古着屋さん行ったんです。てかそもそも買ったことないですか、ベストジーニスト取ろうとしてたって。違う違う、初めて買ったって言ったの。普通のデニムめっちゃ合う。これはいいわ。ビンテージはそう、初めて。全く興味ないんだ。新品主義だもん。そう、私もそうだったんだ。新品主義でデニムを着ない。デニム似合わないから。確かにあんまり履いてるイメージない。黒デニムだったらいいけど似合わないんだよ。まあ言ってもいいけど、こういう綺麗系の格好のイメージ。そうそうそう、これ始まってるんですよ。いや、もうこれ今これ今までもう使えちゃうんだよね。使った方がいいよこれ。いや、私もでも古着が嫌いっていうか、人の着たのって思っちゃったんだけど、デニムだけはなんかで許せちゃった。いいじゃん。そこ手出しちゃったら奥深いよ。そうなの、やばい、怖いよ。奥深いよ、そこはもう引けないよ。で、ハマる人の意味が分かりましたね、これは。だって、同じ型だけど、ここのさ、色落ちの仕方とか気になって、全然擦れ方とかで、そう、ダメージ感もそうですね。あ、こっちもいいなってなるわけでしょ。浜田さんとか、めっちゃ高いの。そのお店とかもなんか昔からよく来てるっていうお店ですけど、いろんな芸能人、木村拓哉さんとか。浜田さん、関西のデニム買い占めたって言うよ。あれそれ、あれだけ、あれだけ一本も関西にデニムないって言うよ。マブマブ。かわいいでしょ。うわー、すげえ。ちなみに、吉村が見てもらったらどうなんですか？俺はやっぱもうドリフの出方だから、はい、マックスいくらぐらいするの？いや、だからその時一番高いの奥から出してきたのが500万。はい、じゃあ500万もう欲しいでしょ。買ってやなと思った時に鳥との共演何それ押したらこれあげますよってなったらどうなる？出てくるかもしれない。鳥がダメ。鳥ダメなんだね。それは大変だね。鳥全部がダメなの？鳥見るのダメ。スズメもダメ？ダメダメダメ。と言いながら自分も今小さい。なんだろう、鳥じゃん。違うの。なんていうの、リアルなのがダメなんです。トップクラスの鳥だよこれ。どういう教員かによりますよ。無事コンメタームレぐらいだったら行く。全然もう鳥体中。あー、やばいなそれ。こうやったら鳥が来るやつ。餌つけといて。何秒？一本持つぐらい。いろんな鳥。ちっちゃいのからでっかいのから。ちょっと体力いいだけ。あと全部洋服着たい。全身あのヘルメットみたいな。もちろんそれはあるよ。メモね、怪我して全部髪の毛も全部入れて、うん、洋服もなんかもうよくわかんないジャージみたいな。だから分かって鳥だらけでこに行くから餌つけて、で何が起こるかわかんないよ。え、だから何秒とかのレベルじゃないってこと、うん、そういう場所に行くってこと。そうそうそう。で500万500万の500万だったら行くか。行くなるほどね、オッケーオッケー。でもね、YouTube でもやっぱ爆買いみたいなのやっぱりバズるって言うじゃないですか。高いものもね、今後好きなものだったら自分でお金出せるから、その普段ね、プラザだったりドンキは、なるほどね、こちらのお金を出してもらってるけど、500万は出さないし、もちろん全然好きなのだったら買う。はい、あとちょっとご相談なんですけど、車の件でいろいろ動いたんです。はいはい。自分自身のこともあって、うん、あともう一つあるんですよ、うん、今持ってる車をどうするかっていうのがもう一動きがあって、ここで、はい、コラボというか、はい、そういうことはで
ができる可能性もあって、それに先立って先方から一応これ粗品ですというかね、受け取ってくださいって言われたら、なんか20万円ぐらいの靴を作れる券、自分の足の方で銀座で、ちょっとそれ着てやなと思って。何それ、ついに来てくれる？全然いい。なんか革靴、自分のデザインとか自分に合ってるんですか？合って選べる。スタッフさんがさすがにこうなると思ってなかったんで、へえ、ありがとうございます。すごい大事になってる。いや、すごいすごいすごい。そのそう、行きましょう行きましょう。見てみた、男の人の革靴とかあんまりなんか知らないし、締めいただきましょう。はい、締め締め今日4本取りってこと？いや、もう4本か5本か分からないと思います。でもやりたいこといっぱいあるんで、ある人間ドックも行きたいです、ね、行きたいよ、ね、お願いいたします。はい、これからどうなっていくのか、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。楽しみに。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また見てね。